はい、皆さーん、こんばんはー。愛ちゃんの生きてる。はい、えー、まだね、日本のケイちゃんです。えっ、ー、とね、今現在この動画ね、もうね、夜の何時だえー、夜のね、10時半ぐらいに撮ってるんですね。<laughs> まあ、ちょっとこの時間に撮ってるのて、撮ってるのもですね、ちょっとね、ある情報がね、えー、入ってき、入ってきてというかね、見つけちゃってというかですね、えー、まだね、えー、どなたも YouTube のか、YouTuber の方はね、配信されていないようなので、 ああ、じゃあ、これ、まあ、速報ベースでもちょっとね、配信しようかなと思って、ちょっとね、えー、まあ、短時間でね、ちょっと、あの、動画を作ろうかなと思ってます。ちょっとね、顔見ていただいても分かる通り、もうなんか今日疲れちゃったなーってことでね、もう寝ようと思ってたんですね。えー、実はね、もうお風呂入ってね、えー、ちょっと頭洗ってですね、 えもうね、パジャマに着替えて寝ようと思ってたんですけども、ちょっとこんなのがね、分かっちゃったもんで、ああ、じゃあ、短時間でもいいから動画回そ,回そうかなと思ってね、これご覧くださいっていうのことなんですけどね。はい、えー、これ何かというとですね、例の青山御殿ですね、えー、1週間ぐらい前かな、えー、ちょっとね、別個動画を作らせてもらいました通り、えー、っとね、6月の29日からずっとですね、 実際は予約ができないというような形になってたんですけども、今現在ちょっと見たらね、変わってました。どういうふうに変わってたかというとですね、まあこれちょっとご覧になっていただいている通りですね、今現在はですね、7月の4日がチェックアウトだけで、7月の5日からまたずっとですね、ずっと何ヶ月、これ何ヶ月先まで取れないのかよくわかんないけど、まあずっとね、またね、取れないような形になってます。ということなんで、 えー、まあね、本当にこの帰国した場合に、あの、KK トンズラ夫妻が帰ってくるとすれば、このオークドレジデンス、青山さんなんでしょうけども、少なくともね、もしここを使え、使うとすればですけども、えー、7月の頭までは帰ってこないというようなことが、えー、まあ、想像できうるっていう話ですね。 えー、ということなんで、ちょっとね、えー、この眠い顔を見ても <laughs> らっても分かる通り、えー、そういったようなことがちょっとね、情報として入ってきちゃったんで、お伝えさせていただいた通りです。えっ、ー、とね、ちょっとね、これいつか、いつ変わったのかちょっと分かんないんですけども、まあ、おそらくね、昨日、おとといぐらいだと思うんですけどね。えー、6月29日だったのが、7月5日から取れなくなってる。約ね、また1週間ぐらい、えー、ずらして取れなくなったっていう話ですね。 いやね、これもね、ずーっとね、あの、ある、えー、日数を置いてですね、こういった形で調整、調整っていう形で入ってますけども、私これ見てですね、いつも思うのは、これ誰が営業保証してるのっていう話なんですよね。それがすごく気になっちゃうんですよね。というのもね、これちょっとね、ご覧になっていただいた通り、これね、一泊安いところでもね、1万8000円とか19000円ぐらいするんですよね。で、これね、 えー、ここのね、えー、大山御殿が、えー、確かね、全部で何室あるのかな ?100 室はなかったような、ちょっとね、うろ覚えなんで申し訳ないんですけどね。確か7、80ぐらいはね、部屋があったような記憶があります。えー、なのでですね、まあ、例えば100室だったとしたら、これ、 えー、まあ2万円平均。まあ当然ね、その部屋の大きさによってね、えー、このルームチャージ違うでしょうから、まあ平均が例えば2万円だったとしてもね、こういった形で全棟というか全室ね、抑えられてるってことになると、1日のね、実際抑えられちゃった金額が2万円る1 0 0室だといくらですか、えー、200万ですね。2万円、20万、200万でしょ ?100 室だとしたらね、 要は、えー、この毎日ですね、こんなね、何百万円、200万円とかね、もしかしたらそれ以上の金額が抑えられちゃってるわけですよね。で、これは今回は7月5日からになってます。今現在は6月の、えー、もうね、もうそろそろ日にち変わりますけど、私がバンコクに帰る日にちになっちゃいますけども、まあ今のところ6月の7日のね、夜中なんです。夜なんですけどね。ということはですね、1ヶ月先からずっと抑えられちゃってるということは、 この1ヶ月先から抑えてるね、えー、このね、えー、この青,、ね、青山御殿に対するね、営業保証って誰がいくらしてるんでしょうね。というのが非常に気になりますよね。だって全然ね、全然手付けも何にも払わずに、こういった、そういったような営業保証をね、えー、実際にすることもなくね、こんなね、全等、要するに前室をずっとですね、抑えるなんてことは、ちょっと考えられないでしょ だってホテルのこの経営側からすれ,ればですね、それだけ全室全部ね、ずっと抑えるってことになったら、当然この予約、一般の方々のですね、予約に支障が来たすことは当然当たり前ですから、それに対してホテル側としたって何らかの保障を求めるでしょう。そうしなかったらだって経営成り立たないですよね、っていうような話なんで、 えー、おそらくはこれね、1日ね、えー、まあ、実際全部抑えてるってことだから、まあ、金額的にはね、ルームチャージ、まあ、全室っていう計算すると、まあ、何百万っていうね、金額が抑えられちゃってるわけだから、それに対してね、これ何らかのね、保証金をさ、を払ってるでしょうっていう話ですよね。そうなってくると、そのね、保証してるお金はどっから出てくるんですかみたいなことを、やっぱり普通の経営者だったらね、考えると思うんですよね。 私もずっとね、そういったようなその経営者、一般のいろんな、ね、会社の経営者相手にですね、話を今まで仕事でしてきたんで、普通経営者の側から見れば、そういったことを考えますよね。というようなことで、ちょっとね、そこをベースでお話しさせてもらいましたけども、いずれにしても、オークード青山、オークードレジェンス青山、例の青山御殿ですね、 6月29日から、今度は7月の5日、5日からまたずーっと取れなくなってますよっていうようなことです。ね、果たしてこんなような状況がいつまで続くんでしょうかっていう話ですね。ねということで、えー、いずれにしてもですね、今、今一向にですね、本当にあのトンズラ夫妻は帰ってくるんですか帰ってこないんですか帰ってくるとしたらいつなんですか まだ分かりませんって話ですね。こういったような形で、まあ誰が調整してるのかよく分かりませんけども、ずっと調整されてるっていう話です。はい、ちょっとね、臨時的にこの動画もあさせてもらいました。私も寝ます。ということでおやすみなさい。バイバイ。